どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族初見実況プレイ始めていきたいと思います。お前何もしてないくせにのこのこと現れやがって。お前なかなかやるな。当たり前だろ。話聞くの忘れちゃった。ニコライオ、暗黒退治の刃を手に入れてまいりました。おお、まことか。さあ、暗黒退治の刃をニコライオに。なんという不穏な気。これが暗黒退治の刃か。そなたたちの働き、誠に感謝する。褒美はコトル大臣から受け取ってくれ。キーエムレム？わしは捨てられた城の御殿にある玉座の前、この刃を納めに行くとしよう。結構何でも一人でやっちゃうタイプの人なんだね。ついてきてって言ってくれりゃええのに。魔性の満ちる呪われた大地より暗黒大樹の刃を持ち帰るとは、まことあっぱれ。いえいえ。ささ、これを受け取れ。は？1000ゴールド？そなたたち、すまぬが引き続きニコロイオのことを頼まれてはくれまいか。どうか、そなたたちもニコロイオを追って、捨てられた城の御殿にある玉座の前へ向かってほしい。わかりました、コトル大臣。このキュウスケら、命に代えても王をお守りいたします。先行くぜ。とっ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 と、そうじゃないんだった。ついいつもの癖が。今回はこのキュウスケ様が一緒に戦ってやるぜ。なんだよその不審げな目。俺が戦うっつったらそんなに変かてそりゃ変だよな。実はユーチャーリンから手紙が来てさ。ユーチャーリン、彼女やっぱり強い人って素敵とか言ってて。ああ、今さらなんだよな俺に強さとか。でもさ、知ってる知ってる、答えてやるのが恋人ってもんじゃ。てことでちょっとは鍛えようと思ってさ。ま、よろしく。仕方なくパーティーに加わった。そんな加わり方あるんだ。え、これフーラはさ、多分知り合いだよなきっと。それにしても暗黒大樹の刃とは、なぜアグシュナ王妃は死の間際にあのようなものを求めたのだろうな。これが何の伏線になってくるんだろうね。ちょっとフーラに話聞いてみる。キュウスケと一緒に行くの嫌だな。やっぱ知り合いなんだな。そうだよな。レベル40。あー、マジ強えじゃん。あ、やっぱそうなんだな。もう40くらい上げとかないといけないんだな。とりあえず違う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 、もう長いんだよ。レベル40までレベリングするか、これ終わったら。エルトナ、はい。違う、あぶね。捨てられた城、はい。捨てられてんな城が。やっぱりさあ行きましょう。やばい、もうちょっと眠たくて元気がなくなってきてるわ。頑張れ俺、もう終わるぞ。どうしましたニコロヨ。こ
この暗黒大樹の葉のせいだろうか。心なしか周りの空気が反応しているような気がする。本当ですか？さあ行きましょう。はい、了解。結構広いんだね、このダンジョン。まあ普通に進んでいきましょうか。おっと危ない。あら、イベント。ナシロヨウ様、リタ姫様、ニコロ王子様、アグシナ王子様がお帰りになりましたよ。また過去回想か。ただいま、ニコロイ。寂しかったでしょう。ごめんなさいね。母上の病気を治すためだもん。僕我慢できたよ。でもよかった、来月のお父様の誕生日に間に合って一緒にお祝いできるね。ええ。母上、大丈夫？まだ病気治ってないの？大丈夫よ。お姉ちゃんの正体がよくわからん。うわ！やばいこれ、もしかして。あ、2体か、よかった。焦る。あれ上がれないの？上がれないか。どっから上がってくんだ。なんかある。条約層。100ゴールド。あ、なるほどね。了解了解。お、壺だ。思い出の鈴。ちゅうことはこっから入ってけってことかな。そうだね。ここ確か見たよな。見てる見てる。オッケーオッケー。この本は見てないか。お。姫様、大丈夫ですか？ずっとお加減が悪いようですが。平気。アグシュナよ、そのように走るとまた体に触るぞ。大丈夫ですわ、あなた。もう全然苦しくないのです。姉上、母上すっごく元気になったね。僕ね、母上が元気になったのは神様から父上へのちょっぴり早い誕生日プレゼントだと思うんだ。そうだ、これ一緒に食べよ。母上が僕たちのために。謎すぎる。姉上は少しずつおかしくなっていったのだ。母上の体調が回復してゆくにつれて、姉上は母上を憎むようになっていき、そしてあの日の悲劇につながったのだ。
リタ姫様はどうしてアグシュナ様を憎んだのでしょう。わからぬ。母上の回復を願う気持ちは姉上も同じだと思っていたのに、この暗黒大樹の葉を収めれば何かがわかるのだろうか。へえ、なんでそんなかかってったんだろうな。何もない。お、宝箱。成功時の歯でかい。ルビタ日記。なんか意外と名前がね、あ、いけないんだ。名前が、あ、いけないんだ。名前がさ、日本っぽくないんだね。リタとかさ、逆にフーラのお父さん竹虎って名前じゃん。結構日本っぽい名前なのにね。ここで合ってんのかな。合ってるな。 OK。 あ、等身でちゃんと見た。ちゃんと結構背高いんだ。うん、何か言ったか、キュウスケ。いえ。おお、一緒に来てくれたか。そなたも共に見届けてくれるなら心強い。今は亡き母上よ、長くお待たせしたことお許しください。母上のご意志の通り、暗黒大樹の葉をこの玉座の間に収めさせていただきます。なんだ？ここは？は、母上。小さなニコロイが立派になって。は、母上、見間違えようもない。あの日のままの母上、なんでこうして再び会えるとは。どうやら苦労をかけたようですね。でもニコロイ、あなただけでも無事でよかった。して、ニコロイ、この者たちは。ここにいるのは、我が助けとなってくれている旅人たちです。この者たちが、暗黒大樹の葉を手に入れてきてくれたのです。ああ、そうだったのですか。母上、教えてください。50年前のあの日、この城で何が起こったのかを。ニコロイ、あなたは姉のリタが大好きでしたね。真実は知らない方が。私はもう幼い子供ではありません。どうか真実をお伝えください。わかりました。ニコロイ、リタが聖地と通じ合える特別な力を持つ子供、白き者であったことは覚えていますね。リタは聖地と通じ合える力を利用し、聖地の大いなる力を我が物にしようとしていたのです。あの子がなぜそんなことを企んだのかはわかりません。ナシロイ王と私がそのことに気づいた時には
時すでに遅く。身に余る聖地の力を取り込んだリタは心を失い暴走しました。ナシロイオはそれを止めようとしてリタに殺められ、私はかろうじて命を奪われなかったものの、リタの操る力でこの地に50年間封じられたのです。あ、死んでないんだ。そんな、なんということだ。ニコロイ、私たちは王家の一族として聖地を守るという使命を果たさねばなりません。聖地はこの大地の力の源、エルトナ大陸の心臓なのです。あの地が悪しき者の手に落ちれば、この大陸は暗黒大樹に全てを蝕まれ滅びゆく運命にあります。リタに力を奪われた聖地が今どうなっているのか、急ぎ確かめに行かなくては。ニコロイよ、あの日に私が落とした黄金の指輪を持っていますか。あの指輪は王家の庭にある聖地への扉を開く鍵なのです。母上が持っていた黄金の指輪ならば、あの日以来肌身離さず持っております。すぐに王家の庭へ向かいましょう。そなたたちも共に王家の庭へ来てくれ。王家の庭はこの城の裏手にある庭なのだが、今では土砂に道を塞がれていてな、行くには回り道をせねばならん。まずは城壁の外へ出てくれ。そして北の住居跡を抜け、立て札を頼りに裏手にある王家の庭を目指すのだ。母上、少しよろしいでしょうか。実は姉上が力を求めた理由、心当たりがあるのです。いやー、びっくりだよね。まさか死んだと思われていた王妃がこんな形で現れるなんてね。それじゃ行くとしようぜ。城壁を出てから北の住居跡を抜け、裏手にある王家の庭を目指すだってね。了解でございます。あ、宝箱あるね。ラッキー。黄金ストーン、ゴールドストーンか。さあ、では一旦ここで終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。